おーお前顔出してんじゃねえよ、ちゃんと言って。で一発かい。うわちょっと待って、ああ2人来てる、2人来てる、2人来てくれたら楽じゃね。さっきむしろなんで1人しか来なかったんだよ。でも走って、あやべ、これどうなってる、道あれこれどこだっけ、やばい、迷子の迷子の子猫ちゃん、うーん挟まれてない、あ挟まれてる、やばい、おーおーおー、あやべあれやべ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 、ひーこいつらよいしょこいつらあれだよ、即死させてくるんだけど、で適当にこれ隠れてみるか、走っては来ない、追いかけては来ないんだね、走って追っては来るけど来ねえしよう、んー、まあ、むしろここで隠れられるのかって話だけどね。今までああいう系だったら一発じゃなかったのに、まあでもあれか、実際今までの同じ雑魚のように見えて雑魚じゃないからな、なんで来ないの、あで落ちちゃった、くそ、まあでも音が完全に敵の音だな、どうなってる、どこにいる、どこ行った、わかんねえ、走ったりとかもしないから、声も上げないから居場所がわからん、とりあえず触れたら終わり、え、腕力が強いのかな、だからワンパンだった、オールライダーも筋肉だるまだしな、でもあいつらそこまで、おお2匹いるっていうのが辛いな、1匹だけならそうでもないんだけど、これどうすりゃいいんだろう、ほんと、うーん、うわっあ、しまった、うわっうほーくそ、隙を生じぬ二段構え、こと2匹、ここからスタートで、そう、ここであれなんだな、ここはくれりゃいいんじゃね、お、よしよしよし、アホだから気づかないと絶対、なるほど、棒持ってるやつ、ナイフ持ってるやついいのか、で、よし来てこないから今のうちに、よし、イエーイ、あまり悠長にしてられないか、さっさと進んだ方がいいか、わまたアスレチックな、ふうお、あ神父、神父てかこの建物やべえな、3つ崩壊してもおかしくないじゃないですか、こんなん、はあよいしょよいしょよいしょ、これジャンプでいけんのいけなさそうなんだけど、まあ行ってみるか、おおほう、あっ、あっちょ、頑張って頑張って頑張って、あーちょっとカメラ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 ー、あーカメラが、あなんかいる、やべ、うわー落ちるー落ちるけど、あーもう、おーおー頑張った、あーカメラなくなっちゃった、暗視が、暗視できなかったら何も見えないんだけど、あれは僕の目ですよ半分、
だよね。そうだよね。じゃあ取りに来いってことは結局。うわー、じゃあ頑張ってよじ登った意味ねえじゃん。はあ。カメラ落ちちゃったよ。どこにある？あ、あれか。だから、くそ。まあ、そもそもな、こんなところアクロバティックにしてる時点でなんかおかしいなと思ってたんだよ。カメラ持ってんだから絶対いつか落とすだろうなってね。ゲームだからそこワンチャンセーフかなと思ったらそんなことなかったでしょ。ああ。最悪ビデオカメラ、ビデオ、電気も、バッテリーもね、結構あったのに。ある意味身軽になったんじゃないか、カメラがない分な。バッテリーが今あっても虚しい。バッテリーは、え、どうした？なんでビビった？なんで主人公ビビってる？なんかいる。なんかいるだろうけどね。いないわけはないんだが。光のある方向に行くしかないっていう。これの主人公は何のために頑張ってよじ登ったのか。おえ、この血だまりスケッチは何だろう。ああ、ただのシャワー室でしたか。何でもないです。うーん、よいしょよいしょ。降りていいよ、降りていいよ。ああ、降りちゃった。よいしょ。ふう。暗い。見えない。うっ。おお。カメラないから暗がり見えないから怖いよ。カメラちゃん帰ってきて。もう叱ったりしないから。叱ったことないけど。やべえな、このゲームで。うわあ！握りっぺしてきたのに。顔なんかシャイニングフィンガーしてきて去ってた。あいつ腹立つ。あ、この辺じゃなかった？この辺じゃなかったか。俺が落としたの違うな。どうも。顔がいっちょる。あー、もう腹立つ。カメラないし驚かされるし。探索は後だ。さっさとカメラ探したい。カメラないとメモ書きもできない主人公だし。カメラってメモ書きって意味わかんないけどな。記録してるという意味ではそうなんだけどさ。入ってる。走った後じゃないのに歯入るのはとても私怖いわ。うわぁ、前、え、なんで、なんで、ちょっと主人公なんでこんなビビってんの。怖い、この暗がり行くの怖い。あ、カメラだ。カメラ、あ、撮れない。どこだったら、こっち撮るよ。やったぜ。ただいまカメラ。うわあ、ああああ、わわわ、しかもひび入ってて水出るんだけど。もうちょっとノイズ走んなお前。おい、マジかマジかマジか。あんま道覚えてねえよ俺。やべやべ、くそ、ひび入ってるし。どっちだっけ。こっちか。よしよしよし。ああ、危機は脱したか。ああ、やべえ、カメラが視界悪い。左側の視界やべえ。しかもちょいちょいガタタタタってなるし。これ追いかけられてる時とかになったら最悪だな。でもこれ常にやらない方がいいってことか。
今まではもう常にとりあえずカメラしたきゃいいやって思ってたけど、それも昔すんなり聞かせてくれるかどうかって問題だよな。ここからまた登れないの。あー、いけるいける、よかった。ここでまた変なプロセスがあって登るんだったらめんどくせえと思ったよ。はい、もう散々ですわ。素直に聞かせてくれないね、ほんと。フォローザブラッドってあったところだ。もうじゃあだいぶもう遠回りしてやっとこっち来てるんだな。あそこの扉さえ行けばもうすぐ来てたのにっていうところを。うわわ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 わ、あらまあ、火事が、あの火ついてたけどキッチンだけじゃなくてこの辺も火ついてたのかな。あ、ここさっきマーティン神父が覗いてたところじゃね。これどうすりゃいいの。よいしょ、これでいいよね多分。よいしょ、主人公足腰強い。青人いるわ。なんか下手に行って落ちたくないし、もうこのまま行くか。どうも。 Only one way out. Only one way. というとどういうこと。 How do you know you're not patient? 自分が感じないと出てなかった。外から来たからですよ。それすらも熱動だというのか。ひえ、怖っ。こういう狭い道怖っ。ふう、もうマーティン神父を目指してずっと歩いているが、いつになったらたどり着くのか。なんか比較的綺麗なとこだな。まあ血はついてますが。あ、え、あははは、豪華いたよ。はあ、やべ、この音楽が鳴ってるってことはまた敵が出てくるってことで、っていうかまあ豪華いたんだけどね、今そこにね。ウィーとか言ってる。はあ、これバレないのかな。バレそうじゃない、ぶっちゃけ。バレないもんね。バレましたわ、やっぱり。ダメですよね、そうですよね。あ、どうも。さっさとあそこ通れば僕が良かったんですね。チキショーだよ。ライダーはキョロキョロ、俺ライダーじゃねえ、ウォーカーだ。なんでやねん、さっきさっきガンガンしたじゃん。あ、やべ、バレた。あ、やべ、そっちか。わけのわからんところに行ってしまうところに。あ、やべ、よいしょ。ひー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 、はい、だワンチャン無敵なんかなと思った。そんなことだったわ。見守っといて、あいつがどん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 やってるのを見て、よし、なんか開いてる、行ってみよう。よいしょ。あら、なんかいる。どうなった。ほほほほ、顔が良くない方向を向いてますね。こっちではどうなるんだ。言ってる。ここがさっきウォーカーが開けたところか。ここ自分で開けることはできないんだね。
ぽい。なんか最初の方にだいぶ戻ってきた感じだよね、これ。東大元暮らしってやつ。これこっち側来なくていいのかな。ちょっとあっち行ってみるか。せっかくなんでちゃんと探索したいよね。なんかだんだんやっぱ戻っては来てる気がする。あ、ファイルがある。ちょっとあれ欲しい。よし、あれ開けてみようかな。あ、開かないんだ。なんかぶっ壊してる。お母さんが大暴れですよ。どうしようかな。せっかくあのウォーカーが開けたところ、ちょっと覗いてみたい気はするんだけど、行くの怖いよね。この部屋別にこれ頑張ったらここ壊せるんじゃないの。主人公なんかあんのかな。特別なんもないのかな。ちょっとこっち行ってみるか。よいしょよいしょ。あ、でもここ行ったら絶対戻ってこれない系だよね。一回ドキュメント見てみよう。ビディの夢。かわして興味深い会話、白い場所での治療について。ウォルニッケイ氏、あ、ウォルニッケイ氏ね、もう死んでるという。とにかくビディの友人という死んだ医師がドイツの民話を頭に植え付けているのです。おそらくウォルダイダーを殺せるのはホレルクジーと呼ばれている悪魔から吐き出された吸血鳥、鳥人間の唇から精液を吸い、乳首から血を吸う。それマラじゃねえの。まだこの蝶はすぐ立つやつれた豚や病気の犬に使うとか。え、ちょっとなんかもう文章が最高なんだけど。自分の肺のタトゥーについて言っていましたが、さまたまたま蝶のタトゥーだったのですか。今度マーコフ・ファイアーウォールに住んでたら、ドイツの民話が実話かどうか、あるいはビディの作り場所がネットで調べてみようと思います。二人きりだと殺せです。カートホモビリーとも大変ね。そうね、ちょっと待って、一回ワンチャンあのウォーカーが開けた場所行ってみるか。まあここ戻ってくるのは簡単だしね、死んだとしても。あいつがすごいガシャンってやってる間にささっとここに入って吸っていくだけだから、別に難しくないし。早くない？ちょっと待って待って、俺さ影に隠れてましたよね。あれこっちは何なんだ。何にもないんかい、ここ。あ、バッテリー。しかもこれ以上持てないし。意味ねー。悔しい。あ、どうも。あ、どうも。うべ。来ても意味なかった。